イスアルスより来襲した軍勢、その中にはダークファルスダブルの眷属たるダーカーの姿があった。そしてそれを上回る異常事態もまたイスアルスの国内で起こっていた。倒しても意味はなく、すぐさまその場に再出現する魔人城と魔物種、永久機関とも思えるその状況を前に、ガーディアンはルイーザへの一時撤退を選ぶ。以前は交流と静養の行われたその場、しかし今は心を休める時ではなかった。国境の兵士さんたちからいただいた情報を総合すると、現状はこのような形です。イスアルスに発生した敵勢力は数を増やし続けているようですが、侵攻に本腰は入れていません。時折武力衝突が起こるとそこに集い、物量をもって殲滅、そして再び待機。どちらかといえば受け身です。彼らは侵攻が目的ではないのでしょうか。反応だけ見るとそうですね。しかしこの数の増大加減を見るに、とても放ってはおけませんよ。はい、クエント内になだれ込んでくるのもそう遠くないことだと思います。イスアルスの目的が分かれば対策の打ちようがあるんですが。直に戦ってみてどうでしたか？玩具系ダーカーもいましたけど。攻めるのが目的ではない？目についたものを壊すって、そんなダダッコみたいなこと。いえ、ガーディアン様のおっしゃる通り、あれは遊び相手を求めています。あなたはクラリッサさん？どうしてここに？イスアルスには筆頭省庁とその側役しか知らない各所への隠し通路が存在します。以前フローが単独でここに来ていたのも、その隠し通路を使ったからこそ。フロー君は一緒じゃないんですか？フローは、イスアルス筆頭省庁はもういません。いえ、今のイスアルス、その全てがフローです。人間ではない。あなたはベルン皇帝の弟エルミルではないのですか？それにあなたは死んだはず。へえ、博識だね。さすがは情報に強いイスアルス。僕たちのことも筒抜けか。それでもここまでのことは知らなかっただろう。邪魔だ！イスアルス筆頭、この国の象徴存在。君は国を好きにする権利があるのさ。もっと遊びたかったんだろう？もっとやりたいことがあったんだろう？なら、それを思うがままにするといい。君にはそれだけの力がある。使い方もすでに君は知っているはずだ。力？使い方？そう、君の中にはその記憶があるはずだ。それを解き放ってあげよう。フロー！フロー！その後フローはまるで粘土細工で玩具を増やすかのごとく、魔人城や魔物を生み出し、今に至ります。逃げることしかできませんでした。
私に向けられたあの子の表情を見て逃げることしか。クラリッサさん、フロー君をおかしくしたのはベルン皇帝弟のエルミル。彼はエピックでマルさんにやられたはずなのに。わかりません。生き延びていたのか、名を語っているのか、情報が少なすぎて何とも。フラリッサさん、イスアルスの国内はどのような感じなのですか？私にも分かりません。隠し通路から逃げるのがやっとで。ただあの魔物たちに飲み込まれたイスアルスの首都は全滅かほぼそれに近い状態でしょう。イスアルスの魔人城も魔物も全てフローが元となって今も増殖し続けています。このまま放置しておけば国の全てが埋め尽くされるでしょう。遊び相手を求める魔物の群れに。それを止めるためには大元であるフローを止めるしかない。クエントのガーディアン、どうかその力を貸してもらえないでしょうか。ベルンもエピックも救ったあなたのお力を今一度、どうかどうか。フローを救うために。わかりません。それが可能なのかどうかすら。救うというのは命のことではありません。あの子の魂をです。国のために身を捧げたあの子を国滅の魔にするわけには。どのように止めますか？光線されたのならわかるように、倒しても倒しても増殖の速度がそれを上回り復活します。増殖の中心を一気に叩かねばこの災厄は止まりません。つまり心臓部への強襲ですか？はい。そしてここにはその心臓部へとつながる隠し通路があります。真正面からぶつかり合うよりははるかに勝算があるはずです。それでも尋常ならざる数が待ち構えているとは思いますが。フローの遊び相手を求める心がそのまま行動原理となっているのなら手はありません。クエント軍をイスアルスへ侵攻させ、国境線で戦線を広げ敵を引きつける。押して引いての持久戦を仕掛ける。その間にガーディアンが強襲、心臓部を叩き増殖を止める。いかがでしょうか？では今回は離れ離れですね。ご無事をお祈りしつつ、私は私の責務を全力で頑張ります。クエント・ハリエット、ガーディアン様、心より感謝します。